新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、昨日から全国の小中高校で始まった臨時休校を受けて、厚生労働省は保護者が仕事を休んだ場合の収入保障を支援する策を公表しました。小学校や幼稚園などに通う子どもの保護者が仕事を休んだ場合、企業に対して1人当たり日額8330円を上限に収入保障を助成します。年次有給休暇とは別に独自の有給休暇を設けて保護者に取得させた企業に支給します。正規社員・非正規社員ともに先月27日から今月31日の間に取得した休暇が対象です。中学生以上の子どもは保護者が仕事を休む必要性が低いとして対象外となりました。一方、国内では昨日新たに19人の感染が確認され、クルーズ船の乗員乗客を含めた感染者は合わせて980人になりました。